はい、千里半径でですね、春をいざなう絵画展というのを開催しております。9人の作家でやっているんですけれども、1人1点ずつ紹介するコーナーですね。はい、今回は溝口まりやさんのこちら好奇心という作品ですね。こちらこの手をですね、肉球がこうあってちょっとね、この可愛らしいピンク色の、こう描かれていますけれども、とても珍しい鉱物、チューライトというですね、鉱物を、砕いたものを粉末にしたもので、ピンク色のなんかサンゴに似た色のね、鉱物なんですけど、それを絵の具にして使ってこの肉球を描いたということですけど、とてもね、好奇心が旺盛なね、猫ちゃんですね。この猫ちゃんね、作家さんが飼われてる猫ちゃんで、この猫ちゃんですねがモデルになってますね。とても似ていますね。はい、こちら溝口まりやさんのですね、好奇心という作品でした。